こんにちは、まゆみです。今日は、写真家の小原玲さんが亡くなられましたので、私実はですね、会わせていただけることになってたんですよ。それが突然の訃報でちょっとかなりショックを受けていまして、少しお話ししてみます。よろしくお願いします。私の動画見てくださってる方、必ずどこかにこうやってシマエナガちゃん映ってたと思うんですけど、私そのぐらいシマエナガちゃん好きなんですね。どうしてこんなに好きかと言いますとね、私物心ついた時からピアノっていうものを弾いているので、この白黒っていう色を毎日見ながら生活してるんですよ。暮らしてきたんですね、生きてきたんですね。なので白黒の可愛いものが大好きなんです。ところが白黒の可愛いものって大きいんですね。パンダとかシャチとか、ね、大きいでしょ。ね、ペンギンとかね、シマウマとかね。でその中でも最強に白黒で可愛いのがこのシマエナガちゃんっていう鳥で、私実はね、一昨年だったかな、北海道に夏行ったんで行ったんですね。で札幌でも見れるんじゃないのって言われたんですけど、やっぱ見れなかったんですよね、暑すぎてね。でそれを決定づけてくださったのがこの小原玲さんっていうこの写真家の方の、この可愛いシマエナガちゃんで、これ私部屋に今飾ってるんですね。これ一番好きかな。はい。でね、今日は何をお話ししたいかと言いますと、実は会わせていただけることになっていたんですよね。どういう経緯かと言いますと、小原玲さんって私こういう、もともとはアザラシの赤ちゃんとか撮っておられたので、もうてっきり北海道の方かと思っていましたら、なんとお近くらしくって、で奥様はですね、もう有名な方なんですね。愛子16歳っていう高校生で、小説家デビューした方ですね。うん。でどうして今回会わせていただけることになってたかっていうと、実はある教科書会社さんの方から伺って、その方がこれもくれたんですよ。いつも営業に学校に回ってきてくださる時に、私高校で教えてますでしょ。その時にこうカバンからパッと取り出して、あ、これ差し上げますっていうふうに私これいただけちゃったのね。でこう可愛いシマエナガちゃんのこう写真とか載ってるんですけど、でどうしてその方がそれを持っていたかと言いますと、教育事業にすごく力を入れておられたんですね。で要するに自然を大事にしましょうとかね、まあ、そういうことでいろいろな学校での講演活動なんかをすごくやっておられて、で特にその、教育の出版会社ね、教科書の出版会社の方が特にその方とこう割と親しく交流されていて、そういう小中学校などですごくそういう講演活動なんかをこう頑張って、お子さんへのね、啓蒙ですね、自然を大事にしましょうっていう、そういうことをなさっていらしたみたいなんです。で小原さんってすごく優しい方みたいで、私お会いできなかったですけど、もともとこのアザラシを取っていらっしゃったんですけど、最近要するに温暖化で取れなくなったらしいと。でシマエナガちゃんを取ることになったのは、この子はまあ北海道で取れますし、この子は北海道にしか住んでいないエナガっていう鳥の亜種なんですね。島っていうのは北海道っていう意味です。うん。で、そうなんですよ。で、そういう活動をされてて、で、そういう活動をその教科書会社の方と組んで、こう、しっかりやっておられたので、今度そういう、イベントがあった時には、お呼びしますねっていうふうに、言ってくださってたんで、そしたらこの間その営業マンの方がわざわざ私のところに訪ねてきてくださって、学校にちょっと今ご体調が悪いみたいですっていう、うん、でそういう講演活動とかちょっとお出来にならないみたいでみたいなことを伺ってて、まあでも私としてはまあ医学の進歩を信じたいなと思ってたんですけど、お亡くなりになったようです。シマエナガちゃんを特に撮ろうと思われたきっかけは、その新聞の切り抜きを女性が手帳に挟んでたのを見て感動して、僕も撮ろうと思ったっていうふうにおっしゃったということなんです。で、もともとこの東海地方に住んでおられたようなんですけれども、
お亡くなりになったのは網走の病院というふうに、訃報で知りました。まあ、ですのでその教科書会社のね営業の方と、あ、最後はやっぱり北海道で亡くなられたんですねっていうことだったんです。今年に入りまして私もうすぐお会いできるはずだったっていう本当に大好きだった方がこれでお二人目なんですよね。お一人目はピアニストの斉藤正宏さんっていう方で、その方とも次回のコンサートではお会いしましょうって、今までですとコンサートが終わった後に並んでてご一緒に写真撮ったりですとかちょっとは談笑したりできたんですけど、コロナっていうことでそれができなくなりまして、でこの間も素晴らしい演奏を聴かせていただいたんですけど会えなかったんですよね。ですので次回のコンサートではお会いしましょうってことになってまして、で今回も、この小原さんが今度いろいろな学校で講演される時にはお声かけますねって、その時には一緒に会ってね、かわいいサインを書いてくださるそうなんですよ、小原さんって。でご一緒に写真なんかも撮ってくださると思いますよっていうことだったので、すごく楽しみにしてたんですけど、もう本当にショックで、もうあんまり年齢的にも、まあ、私よりはもちろん上でいらっしゃるんですけど、あんまり変わらないからね、もうちょっと今回の動画は、小原さんのもちろんもう一私個人のね勝手な思い出の追悼でのお話なんですけれども、もう本当につくづく毎日大切に生きてね行かなければいけないなと思いました。まあ、ですので、まあ、ちょっと最後に少しだけ宣伝させてください。私ねクリスマスコンサートを行うんです。でこのねコンサートね本当にね、いい内容で私もすごく楽しみにしているんです。で詳しくは概要欄の方に貼ってあります。でもう本当に僭越なんですけれども、まあ今年ねお会いできるはずだった方がお二人も亡くなられて、そういう方のことも思いながらねしっかり演奏をして、私もしっかり生きていきたいなと。そしてこういうね亡くなってもなおねこうやって皆さんの心に残り続ける方って本当素晴らしいので、私もね本当に一個人私ですけど、そういう存在になれたらいいなと思いました。はい、本当にご冥福を心よりお祈りいたします。はい、かわいいでしょうね。私もぜひね本物のシマエナガちゃんに会いに行きたいなと思っております。はい、それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。クリスマスコンサートにもぜひね、私もそういう思いを込めてしっかり演奏していこうと思っておりますので、ぜひご来場いただけると嬉しいです。Thank you for watching. See you.